2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間裕夫先生です。現在ズルトレーダーは FX 投資となってます。今回ですね、私のインジケーターが改良されまして、正確性をとことん入れまして、性能アップいたしました。こちらね、朝5時から9時までの空きエリアを公表してます。今日の日付は12月12日ですね。お昼過ぎになります。で、シグナルなんですけどね、このように出てますけれども、ちょっと見てみましょう。このようにね、こうシグナル出たらここで判定かかってますね、向かってますね。これはだから空きですね。5度前の日の、ね、5時から9時までの間ですね。空きサイト全部計算と判定の目印にしてます。ちょっと全面的に見えないんだけども、ちょっと見えますね。こうね、こうですね。これシグナルで言うとこれは負けですね。ここ次のは勝ってましたね。というふうにシグナルがね、こっちですね、シグナル出たらこうですね。これは10回出てるんですね。ちょっと全部できない。これね、これは出てないね、昨日は出てないね。こうですね、ちょっと全部出ない。こうですね、全部開かないね。これ勝率 100%、 実質はね全勝ですけども、分析採点分析は 73%、 でこれは曜日ですね。半日取っても3時31分で違うでしょ、ね、時間帯がちょっと違う。3時31分とね、12時31分ですから、こうですね。今一勝一敗ですね。今週は一勝一敗。ライブ投資1000円ずつやってます。ユーロ、USD、ユーロ、GBP、GBP、23。ほとんど同じだね。どっちがいいかですな。
ではまだ朝ごはんもお昼も食べてませんので、これ食事になる。神経がちょっと痛くなっちゃった。神経麻痺になっちゃった。神経障害これちょっとやられちゃった。あくびすると痛いんだね。変な筋肉じゃないからあれか、押すと痛いんだね。出来物もできてないし、ちょっと痛くなっちゃった。と足が冷えてね、足がやばいとか、よく湯たんぽと電気湯たんぽと電気毛布で足温めます。スマートウォッチでね、血圧とかね、全部測ったりしてるんですけどね。ここいで。これで稼げると思うんですけどね。これで稼げなかったらもうないに近いですね。勝率73、74、72ですね。実水 100%、90、78。こっちのシグナルきついな。まあシグナルすごいからいいか。じゃあ75の82か。左の方がいいね。設定値がね。ということですね。これでいけるんじゃないかと思うんですけどね。投資の戦略はね、各自で、とにかく勝率のあれですね、74% と、実質は 90% ですね。判定採点ありの勝率は 74%。 これはオリジナルで自分で考えたね、勝率なんですよ。ただシグナルので出て勝ち負けはこの 90% だね。これ10回出てるんですよ、シグナルがね。10回出てるんですよ、こういうのがね。勝ってますね。で、平均利益ピックスが 71.71 ピックスなんですね。ここからここまでのね、平均多いほど優秀なわけですね、これね、ピックスはね。で、これはシフト12にしました。シグナルが出てから12分後ですね。ということにしました。15分バイナリーオプションね、そっちの方にしました。60分でも2時間でも、ね、自由にできます。この設定値さえ入る。これはね、これ以上にしたいということですね。これは7日間の分析ですね。で、30ピックス以上で 70% 以上探して、これが出てきたね。投資の戦略方法は秘密ですね。これがお金になりますね。稼げるシグナルね、テクニカル分析使って、いろんなテクニカル分析使ってシグナル出させてます。表示何も出てません。隠してますね。ただちゃんとこういうふうに勝率が出てますからね、こういうふうに正確に
勝ったですね、勝ったですね。勝率 100% 実際のね、このシグナルのね、が6回出てるんですよ、1週間でシグナルがね、こういうのがで、判定ね、私流の判定ね、が 73% ってことね、といったらバックのウーロン茶か、パスタにそうだね、缶詰これ以上はしましょう。どうもありがとうございました。ハンマイワオ先生でした。